はい、皆さん、プロスペです。まあ、ポケモン検定実況、第2弾ですね。ほんとはパート2撮ったんですけど、別に。ちょっとまあ、もうめんどくさくなったんで、もう、これをパート2にします。もうあれはボツです。はい。まあ、今回のパーティーですね。まあ、ドナパードとアマーガーとミッキー。この3体使っていきます。これね、あれ、まあ、やっぱり自分初心者なんでね、もう素直にね、先人たちを教えていうか、まあ、先人たちっていうのもあれだけど、剣盾、まあ、出たばっかだから。まあ、違うね、素直に、ね、まあ、もらっとこうと思って、まあ、ネットでね、あった最強ポケモンランキング、あなたが強いと思うポケモンを選んでくださいね、上位3つに選ばれていたこの3体のポケモンを使ったら、まあ、勝てるだろうと。まあ、そういうわけでね、まあ、このパーティーです。まあ、レディバードさんですね、なんか地味に6名だったんですけど。初めての6名レディバードですからね、自分。なんか、なんだろう、なんか、複雑な気持ちになりましたけど。はい、一勝一敗3戦目。カラフルくんさん。そうですね。サザンドナいるのか。サザンドナはな、この技持ってるよな、多分。そうなると、なんやこれ。あ、でもな、ドリューズとかもいるんだよな。ミーキョは出しづらいよな、その後。まあ、サザンドナが最初に来なければいいので、いいだけは発射なので、ここはドラパーズ先手でいきますか。よし、相手が何を出してくるかですけどね。でもね、気づいたわ。そうじゃん、マッケルがレディバード入れとったらさ、こいつは出してこないよっていうの分かるじゃん。なんで俺マッケルとレディバード入れとんだ。そうじゃん。それ読まれるわ、出てくるポケモン。なんで俺、ね、出てくるポケモン相手に教えてんだ。そうじゃん。何やってんだ、俺。今更だけど。すごい今更だけど。よし。ドラパードと引き出せば。あ、交代目はいかんぞ。ダメだよ、交代も。でも、ダイモンチで案外、倒せんじゃないもう。行っちゃいましょう。うん。大丈夫。先手はこっちが取れるはずだから。まあ、引き出せばもう、とにかく、攻撃力が高いだけだよね。あ、引っ込めてきた。まあ、ローンシンダーね。まあ、別に炎反撃されるってこともないので。あー、でも、こんだけして食らわないのか。どうしようかな。ロムシン？ロムシン？え？何出してくるのこいつ。ちょ、怖いな。まあ、ちょっと、ここは帰ってきますか、ちょっと。怖いので。ロムシン、格闘タイプですけど、格闘はゴーストで効かないので。まあ、だから多分ドラパートの弱点をつける何らかの技かなと思うので、ちょっと変えておきます。なんでしょうね。何搭載してんの？アクタイプの技かな？あ、冷凍パンチね。冷凍パンチやったら引き出るまでも分かったけど。まあ、多分あれですね。相手は引き出るまで失いたくなかったんですよ、まだ。多分相手、ブレイバー、相手ゾウムシも失いたくないと思うので、多分、動物入れ替えてくるんですよ。だからまあこの機会を伺ってビルドアップで積んでおく。ダイマックス？ダイマックスか。ここでダイマックス切ってくるのか。でもこれをうまいこと耐えれば、相手のダイマックスを同時させたことになるから、かなり。もうすげえダイボックスしたからといってブレイブワードは耐えれんと思うんですよね。攻撃も1段階上げましたし。は？切れない。おー、でもさすがにアマーガーですね、ここは。よし、まあとりあえずでも動物に倒していきましょう。ブレイブワードでも倒せると思うんでね。
ドームシンって結構搭載技多いんですね。え、あ、倒せないの？え、嘘でしょ？あ、聞いてない聞いてない聞いてない。倒せないのは聞いてない、ちょっと。聞いてないって。聞いてないって、それはちょっと。マジか。こいつマジか。アーマーが死んじゃったが。あ、でもね、なんだかんだ言ってね、あれですよ。いや、ここまで来たら、もう、ドアバーズ一本。簡単に、ドームシン倒せるので。さすがにさ、ドラパールとか先生取れないってことないでしょ。だからドラゴンアローで、まあ普通に倒していく。あれ、まあこれで引退2位になったと。よし。まあとりあえずこれ、相手もね、いい感じに消費してくれたんでね。ダイマックスを。よし。あと、ドームシンで火弾の、あと何かな？あと何かなんだよ。最後か何か。これになったやったらすごい嬉しい。ダイモンズ一発で死ぬから。それは何が来る？サザンドラか！サザンドラか。どうしようかな、これは。これどうするべきだ？ミミックだな。ね、こだわりスカーフを持ったサザンドラには、ドースコなんですよ、ドラバードは。ミミック失いたくないんだよな。化けの皮はまだ剥がしたくないので、もうドラゴンアローやっちゃいましょう。うん、よし、セントライダー。これ多分、倒せるんじゃないかな、一発で。よし、来た来た来た。よーし、サザンドアシス。いや、いいタイミングだった、これは。ドラバードとサザンドアのいいタイミングだった。よし。いや、やっぱ強いよ、ドラバート。さすがのっぺけ族。それでこれで引き締まり。さあ、大文字を当てまして。ああ。ひらはむちゃくちゃ張り切ってるけど、ごめんね、君の出番ないんだよ。はい、さよなら。さよなら。さあ、あ、え、倒れんかった。ちょっと閉まらないじゃないですか。倒れてくださいよ、そこは。まあまあ、まあ、さすがにこれは耐えれないもんな。まあでもこっちにはまあ、ミッキーがいるので、ね。まあ、まあ、ここまで減ってたら、まあ、ミッキーのね、影打ちで普通に倒せると思うんですよ。あ、ラルマモード。これ、ラルマモードいらんと何タイプになるんでしょうね。多分、ダルマモードになる前が氷タイプで、ダルマモードになった後が炎タイプなのか。今気づいたけど、ダルマモードになる前となった後、あ、ベストシーン初めて登場した時って逆なんですね。昔は普通のタイプが火で、ダルマモードは氷だったんですよ。逆になってるんですね。あれ、ダルマモード氷じゃなかったっけ？エスパだったっけ？まあいいや。よし。はい。対戦ありがとうございました。よし。よし。いや、3戦2勝。いいですね。なかなかいいんじゃないですか、この成績は。はい、まあね、もう。はい。いや、でもやっぱね、強いね、あの3体。強いわ。3戦2勝は結構いいよ。まあ、で、2戦目の相手が悪すぎた、あれは。強すぎた、あれは。うん。いや、いいわ、これ。いや、やっぱり最強ポケモンに名前入る3体が違う。まあ、この3体を使ってね。まあ他には加えるかもしれないですけど、まあ6回でね、できるところまでやっとくんで。はい、というわけで、今回は、米！それでは、また、コロッ！